1949年に中国共産党が政権を樹立して以来、今年の11連休で75年が経過しました。しかし、この政権の合法性は常に疑問視されてきました。過去の中共指導者たちは、成果を掲げてその合法性を正当化しようとしましたが、現在の経済低迷の中で、このような言い訳はまだ中国本土の個人や団体を納得させることができるのでしょうか。私たちは、アメリカ在住の学者であり、著名な政治評論家、呉祖来氏にインタビューを行いました。呉祖来氏は歴史、文化、芸術に精通した学者であり、これまでに多くの著作を編集、執筆してきました。今年も、現代中国政治批判を出版し、中国の重大な歴史的及び政治的問題について、観察と評論を行っています。中共政権の合法性について、彼は最近再び論文を発表し、見解を述べました。共産党は1921年にいわゆる南湖の紅線で会議を開きましたが、当時それは外国の疎開に依存していました。国内では非合法であり、その上層部はコミンテルンに所属していました。つまりそれは外国もしくは国際的な政治組織であり、中国における支部機関として当時の国家政権を転覆させることに専念していたのです。1931年、中共はソ連とコミンテルンの支援を受けて中国を分裂させ、江西省瑞金に中華ソビエト共和国、いわゆる国中の国を設立しました。この政権とその工農工軍は本質的に反乱的な性質を持ち、1936年の西安事件において蒋介石を拉致し、国民政府の軍隊に吸収されることで一時的に合法性を得ました。1946年になると、共産党は中華民国政府の合法的な組織になるチャンスがありましたが、それらは双従協定を破り、ソ連の支援を受けて内戦を引き起こしました。共産党は自分たちのやり方で新たな政治協商組織を設立し、政協や建国綱領を通じて合法性を再構築しようとしました。共産党は王権親授説を認めていません。延安時代、毛沢東は江恩柏とともに、王朝の攻防を繰り返す習規律から脱却するためには、民主的な方法を通じてのみ実現できると考えていました。しかし、建国後は民主主義について一切言及しなくなりました。共産党は1949年に政権を樹立した際、合法性を獲得しようと試み、憲法やいわゆる新民主主義革命を通じ、私有財産や商業、工業の保護を約束することで合法性を再構築しようとしました。しかし毛沢東は建国後最初の10年間でこれらの合法性を破壊し、憲法は無意味だと考えました。そのため共産党の合法性は1950年代まで確立されず、毛沢東の死後に鄧小平が中共の合法性を再構築し、改革開放を推進して一部の人々をまず豊かにすることを目指し、慎重に試行錯誤しながら前進する姿勢を取ったのです。彼は経済発展と縁故資本主義、そして党の指導下での資本主義を通じて合法性を再構築しようとしました。しかし、この合法性は実際には偽の合法性で、国家主権は依然として共産党の手中にあり、人民のものではありません。主権が共産党の手にある限り、そして鄧小平の4つの権治が続く限り、真の合法性を再構築することはできません。呉祖来氏は、市民が真の選挙権を持たない限り、与党には一日たりとも合法性はない。そして、共産党はその合法性をさらに失い続けていると述べています。1989年の鄧小平を振り返ると、もし彼が民意に応じて学生たちと対話をしていれば、状況は異なっていたかもしれません。しかし、彼は最終的に学生たちに退路を与えず、問題を解決するために武力による弾圧を選びました。だからこそ鄧小平は改革開放後の第一の罪人となり、1989年に改革開放の大きな機会を逃しました。1999年、ファールンゴンは信仰の自由を守るために中南海で平和的な請願を行いました。これは本来江沢民が改革開放を進めるための良い機会となるはずでした。主要機はすでに関係者と交渉し、対話を通じて平和的に問題を解決していました。この機会を生かして江沢民は政治改革を進め、10年、20年、あるいは30年の計画を立てることができたはずです。しかし、江沢民は全力を尽くし、国家のすべての資源を動員して、ファールンゴンをあらゆる手段で弾圧しました。その結果、
最終的には人道的な災害を引き起こすことになりました。こうして江沢民はさらに10年を無駄にし、改革開放の機会を再び逃しました。胡錦涛政権時代も江沢民が軍権と最高権力を握っていたため、胡錦涛温家宝政権の10年間もある意味では江沢民によって無駄にされました。現在の習近平の時代について、呉祖来氏は習近平が本来は政治改革を進めることができたはずだと指摘します。しかし彼は目立たず力を蓄えるという戦略から、ロシアとの連携、テロ組織との連携へと変質し、アメリカとの間で勢力範囲を再分割しようと試み、毛沢東時代の西側世界との闘争状態に戻ろうとしています。これにより習近平は再び改革の機会を逃しており、現在習近平に残された時間は限られてきていると呉祖来氏は警告しています。 NTD ジャパンがお伝えしました。We would like to help you maintain a healthy body and mind so that you have the strength to enjoy a productive and fulfilling life. We want to keep you informed, up to date, and part of society's progress so that you can make the best decisions to support your family and your community. We want to offer you the best education so you can grow wise and fair.And join us in building a positive future for humanity. We hope to inspire you with goodness and compassion, to nurture your heart and soul with love and kindness, and fill your spirit with positive things. We'd like to share the tastiest meals with you.Because you are part of our family. We want to bring you the most interesting, funny, moving, and exciting things so we can enjoy every single day together. We want you to be the best part of our world. Ganjin World. Technology for humanity.